これより第2クォーターに入ります。クラブヤーズ自陣第2クォータークラブヤーズ29ヤードからサードラウンド攻撃、ファーストアタックまで残り8ヤード。さあこれをランプレーで突破を取りました。キャリア45番の突破力にかけましたが、しかし川端選手許しません。ボールを持ちましたが、ここは3ヤードロスにしまして、フォースダウンに変えます。ディフェンスの反応がよく失礼しました。ラインバッター0番青木忍選手がタックル、見事な対応でこのランプレーをロスに追い込みましたのは、ベイサーズ0番のラインバッター青木。ラブベアーズフォースダウン、ファーストダウン獲得まで残り11ヤード。クラブベアーズこの攻撃もパントに変わります。フォースダウンイレブン、パントフォーメーション。さあジェイサーズリターンに入る、リターナーは3番。さあまだ走っている、さらに行く、ブロッカーはいる、右オープン展開、エンゾーン、タッチダウン。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。7名のプレー中に反則が発生した模様です。アメリカフットボールでは反則が発生しますと、審判団から黄色いクエストが通されますと反則発生を意味します。さあこの反則はどちらのチームにあったでしょうか。クラブベアーズフォースダウンの攻撃、パントを蹴り攻撃権を放棄、このボールを捉えられてデーターズリターンし、2カ所で発生した模様です。エンドゾーンにボールを持ち込みタッチダウンとなりますが、ファールマーカー、反則があった模様。現在審判団がその先ほど起こりましたプレーの状況を確認しております。篠谷様、コメントありがとうございます。トライアクシスジェイターズ3本のタッチダウンを挙げておりますが、トライフォーポイントは先ほどの2ポイントコンバージョンの前、その2つのプレーにおいては失敗しておりました。リターン中のライブボールファウルが2つ発生しました。背後のブロック、トライアクシス11番アンスポーツプレイコンダクト、トライアクシス3番アンスポーツマンダイコンダクトはディクライ。背後のブロック反則地点より10ヤードのペナルティでトライアクシスのパスだ。先ほど2つの反則はリターン中に起こりました。いずれもリターンチームにありましたジェイスターズの反則です。反則が2つ発生でいたつておりました。背後からの背後への1つ目は背後へのブロック、後ろからブロックするという反則です。リターンチームトライアクシスジェイスターズが相手チームにの背後からブロックとブロックに行ったということで、反則の発生地点が10ヤードのペナルティー、もう一つの反則はスポーツマンらしくない行為がありました。不正なブロックの方を取りまして、この位置での罰則施行という形になります。ペナルティーは10ヤード、従いましてトライアクシスジェイスターズ自陣39ヤードからファーストダウン戦の攻撃権が移行した後の反則という形になります。従いまして攻撃権そのものはトライアクシスジェイスターズの方に移りまして、トライアクシスジェイスターズの攻撃に変わります。しかしタッチダウンは無効です。反則がありました地点から10ヤード抜退して、その位置からの攻撃という形に変わります。アンスポーツマンライフコンダクトはエンドゾーン手前の位置への反則でした。この位置での施行ですとベアーズのそのベアーズは結果的に10ヤード下げたとしましても、相手陣に大きく踏み込まれた位置からの攻撃という形になります。より自分たちの得点エリア、エンドゾーンより遠い位置での反則を生かしまして、自分たちの状況を優位な形でこの反則を施行させました。塩谷様への回答が遅くなっておりましたが、最初のタッチダウン、そして2つ目のタッチダウンは結果的にトライフォーポイント失敗でしたので、6点足す6点、12点という形でした。そして3つ目のタッチダウンの後に2ポイントコンバージョンが成功しまして、6足す2の8点、
結果的に12たす8で20点という得点になっております。トライアクシステイトハズファーストダウン10。さあジェイスターズの攻撃に入ります。ジェイスターズファースター。さあクォーターバックかかりまして12番となっています。プレッシャー浴びながら11番クォーターバック13番バイスキャプテン前田義孝選手からワイドレシーバー11番昼間正純先生のパスが成功。クォーターバック13番は小田取りました。ワイドレシーバー11番は昼間です。先ほどタッチダウンパスをキャッチしました小田。ここではクォーターバックとして登場しました。さあリードエフォードエルゼもその名を轟かせたクォーターバック小田としてのこのシリーズは始まります。失礼しました。クォーターバックはトライアクシステーター13番でした。クォーターバック13番前田義孝選手確認を誤っておりましたが、クォーターバック13番が今入っております。クォーターバック13番は前田です。ウェイクバック5番細井健介選手がタックル。ここでハンドの操作にトラブルが発生していまして、自ら抑えておりますが結果的に交代する形になりサードダウンと入ります。11ヤードトライアクシステーターズサードダウン11ボールオンは自陣38ヤードここで選択したのはスクリーンパス。パスといこう。ロングパスを投じると見せかけ、相手で出しを突っ込ませた状況をすれ違うようにブロッカーをつけてランニングバックにキャッチアンドランさせるプレーです。勝者のためのタイムアウト。これによってゲインしておりますが、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。24番沖野選手へのパスが成功。9ヤードのゲイン。しかし見事なゲインを果たしましたのは、ゲインは24番の沖野でした。しかしファーストダウンには至っておりません。ここで現在フィールド上に負傷者が発生しているため、現在審判団によるタイムアウトが取られています。テセ様メッセージありがとうございます。このあたり、先ほどの反則アンスポーツマンライフコンダクトに関しての判定の基準ということになりますが、基本的には審判団の判断になります。フィールド上にありますその審判団の判断を尊重していただければと思います。試合再開となります。ジェイスターズフォースダウン、ジェイスターズフォースダウン2パントフォーメーションを選択します。コントロールされレアーズ陣の10ここで攻撃交代、宮城の8点でボールデッドとなりました。攻撃戦はホワイトユニフォームクラブレアーズに移ります。トライアクシステーターズフォースダウンの攻撃、パンサー13番前田選手ボール戦攻撃権を放棄。相手の攻撃をここで攻撃権はクラブレアーズ陣12ヤードの位置ありますが、反撃のリズムとなリズムを作る攻撃にここから挑む形になります。自陣13ヤード付近からファーストダウン戦ボールの位置となり自陣13ヤードとなりました。ベアーズの攻撃に入ります。クラブベアーズ自陣13ヤードからファーストダウン10パス不成功。パスインコンプリート、パスは不成功。ここでワイドレシーバー7番でのパスを展開しようとしましたが、これをジェイスターズ素晴らしい対応しましてパスコット、あわやインターセプトを決めんかとする素晴らしいディフェンスでした。クラブベアーズクォーターバック3番吉田選手パスを投じましたがパスは不成功。しかし結果的に攻撃権はベアーズ継続となりまして、ベアーズセカンドダウン10ボールオンは自陣13ヤード QB スター。クォーターバ
3番パスを投じようと下がりました。しかしこれを見計らいジェイサーズ77番が吉田選手パスを投じようとドロップバック、大きくロスと変えました。ここへトライアッジェイサーズ素晴らしい QB サッコを決めました。ジェイサーズ77番は北野選手が QB サーズ、今季加入のプレイヤーがここで大きな仕事を決めました。ダウンは進みサードダウン、ファーストダウン獲得まで残り18ヤード。クラブヤーズサードダウン16の状況に挑みます。インターセプト、ターンオーバー、攻守交代、攻守交代となりました。クラブヤーズここでベアーズはパスプレーにより打開を図りましたが、そのパスを取りましたのはジェイサーズ32番、キャッチしたのはインターセプトにより攻守交代となります。32番、ターンオーバーによりましてジェイサーズの攻撃となります。藤田選手10ヤードほどリターン、インターセプトを決めたのはジェイサーズ32番の藤田、ダイレクトにジェイサーズで移ります。ビッグプレーが決まりまして、ジェイサーズ敵陣相手陣16ヤード付近からファーストアンテン、トライアクシスジェイサーズファーストアンテン、パス成功、クォーターバック13番、まずは左にいたワイドレシーバー10番にパス、これを10番クォーターバック13番前田義隆選手からワイドレシーバー10番大久保健選手へのパスが成功。ここで負傷者が発生しているためフリータイムアウトが入ります。負傷者のためのタイムアウトを取ります。パスを投じました、クォーターバック13番は前田、ゲインは5ヤード、そして取りましたワイドレシーバー10番は大久保、今季加入のプレイヤーです。さあ、まもなく試合再開になります。トライアクシスジェイサーズ、相手陣11ヤードからセカンドファイ。トライアクシスジェイサーズ、セカンドダウン。ファーストダウン獲得まで残り5ヤード。パス不成功。パスインコンプリート。パスは不成功。コーターバック13番、右スプリングアウトからワイドレシーバー3番にパスを投じましたが、コーターバック13番前田選手、まずパス不成功に終わっています。パスを投じましたが、パスインコンプリート。パスは不成功。ダウン1つ失ってサードダウンの状況に変わります。トライアクシスジェイサーズサードダウン。ファーストダウン獲得まで残り5ヤード。さあ、しかし絶好の位置にありますトライアクシスジェイサーズ、相手に11ヤードからのサードダウン5の状況に挑みます。攻撃権更新は残り5ヤード、エンドゾーンまで残り11ヤード、ナイスラン、ファースター、クォーターバック13番、ここで展開したプレーはオプションプレー、ファースター自らボールを持つからクォーターバック13番前田義孝選手、クォーターバック13番キープをしました。これが構想しまして攻撃権更新です。トライアクシスジェイサーズファースター、さあこの状況はジェイサーズ13番前田自らの足で突破しました。結果相手陣残り1ヤードの状況でトライアクシスジェイサーズファースターン2ゴール、さあ残り4回でこの1ヤード突破を図ります。さあこのパスは、しかしパス不成功、パスは不成功、この1ヤードパスプレーで突破を図りました。ターゲットは19番でしたが、10番わずかに飛び込みましたが、キャッチボールを取ります。パス不成功となりまして、セカンドダウンに変わります。しかし状況は同じく相手陣1ヤードにありましてのトライアクシスジェイサーズ、セカンドダウン2回目の挑戦に入ります。ジェイサーズセカンドダウン2ゴール、残り1ヤード、
成功達成達成。今度はバイオシーは3番へのパス、それを3番見事に飛び込みましてパスキャッチでタッチアウトしました。左のワイドレシーバー見事タッチダウン決めました。トライアクシスジェイスターズ6点追加となっております。長吉優奈選手へのタッチダウンパスが成功。トライアクシスジェイスターズ6点を追加。そしてタッチダウンのワンプレートライフォーポイントに入ります。このキック見事を決めまして、トライキックでした。トライ4ポイントキックも成功。さらに1点を追加。ジェイスターズ27点。ラブベアーズ0点という形になりました。さあ、ここまでジェイスターズが素晴らしいリズムで攻撃を展開しまして、さらなる得点を重ねていっております。先ほどのタッチアンパスを見事取りましたのは、ジェイスターズ3番の長吉。勢いが増します。ジェイスターズ前半残り時間5分を切った状況でのキックオフとなります。ジェイスターズキックオフキッカーは15番のセンガ。ベアーズなんとか打開になるでしょうか。このキックオフリターンなんとかジェイスターズのキックオフで期待したいところです。82番。それをしかしジェイスターズ圧倒していきます。トライアクシスジェイスターズのキックオフで再再開。クラブヤーズリターナー82番ペガサキ広役選手5ヤードのリターン。攻撃権はホワイトのユニフォームクラブベアーズ。リターナー82番はペガサキでした。自陣23ヤード付近からファーストダウン点の攻撃。失礼しました。自陣23ヤードの位置で外へ出されております。クランベアーズ自陣23ヤードからファーストダウン期待。クォーターバックは3番の吉田に代わっております。さあ今度はまずランプレーから入りました。ランニングバック45番クラブベアーズファーストの攻撃。ランニングバック45番川端大輔選手中央ランプレーゲインは4ヤードランプレー託されました。ランニングバック45番は川端。クラブベアーズセカンドダウンボールオンは次元33ヤードより攻撃権更新を図ったベアーズですが、そのパスを取りましたのはトライアクシスレイスターズ40番インターセットにより攻守交代です。見事ダイビングキャッチ決めました。インターセットを決めたのはラインバッカー40番の浜田。素晴らしいプレーで攻撃権を奪取しまして、トライアクシスレイスターズのポイントになりました。浜田レイ選手攻撃権はグリーンのユニフォームトライアクシスレイスターズで移ります。トライアクシスジェイスターズ相手陣34ヤードの位置からのファーストダウン点。ジェイスターズ敵陣34ヤード付近からファーストダウン点。さあランが抜けている。さらに行くタッチャージェイスターズタッチダウン。ウォーターラック13番バイキャプテン前田義隆選手ランニングラックにボールを渡して見せかけ自らボールキープ。レシーバーのブロックも見事に決まりまして、そのままエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。ロッカーを巧みに使いタッチダウン。ジェイスターズ6点を追加。6点追加となります。
そしてタッチダウンはそのワンプレートライフォーポイント。キック成功、1点追加、さらに1点を追加、トータバック前田選手のタッチダウンで6点、トライフォーポイント、キッカー15番千賀亮選手のキックをキックも成功、1点、合わせて7点を追加。さあ歓喜に沸きます。ジェイスターズチアリーダー陣のパフォーマンスが今変えております。前半に来ましてジェイスターズ5本のタッチダウンを重ね、ジェイスターズ34点、スラオベアーズ0点、ジェイスターズがリードしております。そのジェイスターズのキックオフで試合再開となります。ベアーズ突破なるでしょうか。リターナーに7番と82番を配置しています。7番は杉田、82番は寺崎。さあ82番がリターン、これをジェイスターズ45番着地して、ジェイスターズキッカー15番26ヤード地点からの攻撃で試合再開。ベアーズの攻撃を止めております。リターナー82番寺崎博康選手、15ヤードリターン。82番の寺崎着地しました。ジェイスターズの45番は宮田です。攻撃権はホワイトのユニフォームクラブベアーズ、自陣27ヤード付近からファーストアンテン。さあベアーズ自陣27ヤードからファーストアンテン。まずランプラーから入りました。しかしこれはジェイスターズ23番が対応し約2ヤードロス。クラウベアーズ、ベアーズは45番のエースランナーである川端の何よりドア回を図りたいところですが、ランプレーを試みましたが、ジェイスターズのディフェンス陣厚い。3ヤードほど後ろへ下がっております。しましたのはジェイスターズ21番の湯浅。クラウベアーズセカンドダウン、クラウベアーズセカンドダウン12、失礼、セカンドダウン13に訂正いたします。パス成功、しかしこれもジェイスターズ阻止します。今度はすれ違いました。タイトエンド85番にパスを投じましたが、ジェイスターズ23番の対応しのゲイン、しかし失礼、1ヤードのゲインとはなっています。ジェイスバック23番ワッキー、ヘンスペ選手がタックル、1ヤードのゲインで止めております。しかしこれはジェイスターズ23番のワッキーが素晴らしいタックルで阻止しました。ファーストラン獲得まで残り12ヤード。さあベアーズサランテル、ボールオンギリ25ヤード。パス成功、パス成功。コーターバック3番中に入ってきた。タイトルは85番にパスを通していますが、ゲインは約4ヤードにとどまっています。ここでホイッスル、1回目、ここでトライアクシスジェイスターズが前半1回目のタイムアウトを取ります。パスをキャッチしたのは前半残り時間は32秒で止まりました。85番西江選手、ここで時間を確保しジェイスターズさらなる得点を狙います。ここでジェイスターズ前半1回目のチームタイムアウト。このまま試合が時間を消化させて前半を終えるという選択ではなく、このわずか残っております時間を使いましてさらなる得点が図れると判断し、ここで守備の段階でタイムアウトを取りました。さあこの状況を打開できるでしょうか。ベアーズフォースダウン8、試合再開となります。チームタイムアウトを解きましてクラブベアーズフォースダウン。さあリターンに入った、
抜けている。インサイドクラリー、テン、タッチダウン。ファーストゲストアウト、タッチダウン。クラウベアーズ、ここでリターンに入った3番、担当権に攻撃権を置き、勢いに乗りました。このボールをトライしてそのまま左サイドインを独走。リターナー3番、ミタダブロッカー生かしてそのままエンドゾーンに駆け込んでました。長吉優真選手、約60ヤードほどのリターンタッチダウンにより、ジェイスターズさらに勝手に成功いたしました。トライシスジェイスターズ6点を追加。見事パントリターンタッチダウンを決めましたが、ジェイスターズ3番の長吉、そしてトライ4ポイントを立ち上がる後のワンプレーです。ジェイスターズトライ4ポイント、キッカーは15番の千賀。キック成功、1点追加。キックも成功、さらに1点追加。41点、クラブベアーズ0点となりました。前半戦の段階ですが、ジェイスターズが6本のタッチダウンを重ねまして、試合の主導権を確保したまま前半戦を終えようとしています。しかし残り時間は1分12秒。クラブベアーズ、この時間を生かし攻める形に持ち込むことができるでしょうか。ジェイスターズのキックオフで試合再開となります。ただいま得点を挙げましたトライアクシスジェイスターズのキックオフで試合は再開。さあベアーズリターンに入った。リターンは7番、なんとか打開を図りましたが、しかし相手のプレッシャーが厚く、クラウベアーズリターンは7番、外へ出てしまいます。ただ塚選手10ヤードほどリターン、この位置からの攻撃という形で攻撃権はクラブベアーズ自陣26ヤード付近からファーストアンテンの攻撃。前半終了まで残り時間1分5秒。クラブベアーズ自陣26ヤードからファーストアンテン、さあ中央へのランプレーから入りました。ハンドオフからランバック45番中央突破を図りまして、ゲインは約1ヤードとなっています。チームタイムアウト、ここでホイッスル、前半2回目、ここでジェイスターズ前半2回目のタイムアウトを取りました。さらに得点を狙わんと、ここでタイムアウトを取っています。トライシスジェイスターズ時計を止めるため前半2回目のチームタイムアウト、このまま前半を終えんとする時間の消化を許しません。さあこのハーフタイムの幕開を利用せんと時間の消化を図りましたベアーズですが、この状況を突破なるでしょうか。現在はジェイスターズの前半2回目のタイムアウトが紹介されております。タイムアウトを解けまして試合再開です。クラブベアーズチームタイムアウトを解けまして、クラブベアーズボールオンは次元27ヤード、パスセゴー、パスター、クォーターバック3番、ここでワイドレシーバー38番にパス、パスダウン、このパス通りまして攻撃権更新です。ワイドレシーバー82番寺崎博康選手へのパスが成功、21ヤードのゲイン、見事パスを取りました。ワイドレシーバー82番寺崎、ラブヤズ自陣47ヤード付近からファーストアンテン、打開攻撃状況を打開図るべき見事なパスキャッチを決めました。ベアーズ、クラブベアーズ自陣47ヤードからのファーストアンテン、
さあ今度はランプレーを狙います。ダニバク45番の突破にかけましたが、しかしニアゴロス、ここでポイする。チームタイムアウト、トライアクシー、前半3回目、ジェイサーズ前半3回目のタイムアウトを取ります。全てのタイムアウトをジェイサーズは消化しました。ダニバクは21番湯浅隆也選手、ニアヤード後ろへ下げております。ここでトライアクシー、ジェイサーズ前半最後のチームタイムアウト、3回目のチームタイムアウト、全てを使いまして時間を止めております。タイムアウトを解けまして試合再開となります。クラブベアーズ、はい、自陣45ヤードからのセカンドダウン12、前半残り時間は41秒、クラブベアーズセカンドダウン、パーソナル獲得まで12ヤード。さあ再び中央へのランプレー、クラブベアーズ何枠45番川端大地選手、左ランプレー、約4ヤードのゲインとしています。タックルしたのはトライアクシスジェイサーズ、何枠から40番浜田玲選手、ゲインは3ヤード。ジェイサーズに前半もう時計を止める手段は残っておりません。終了となります。ここで前半終了、ここ半終了 NFL 日本社会人アメリカフットボール協会主催のシリーグ2023クラブベアーズ0点でジェイサーズ大きなリードを取りましての前半戦終了となりました。